水族館で飼育できない生物シーラカンス。あなたは水族館で生きているシーラカンスを見ないでしょう。シーラカンスはシーラカンス目に属する魚類の総称で、現在も生息するラキメリア族の2種が4億年くらい前からほとんど変わらない姿のためエキティロカシキと呼ばれています。この2種はそれぞれ南アフリカのコモロ諸島とインドネシアのスラウェシ島周辺の水深200メートルほどの海底に生息し、体長は2メートル以上、体重90キロにまで成長することがあります。彼らは絶滅危惧種で生息数が少ない上、深海に生息するため生きたままの捕獲は困難です。飼育できたとしても深海魚のため温度と圧力の変化に弱く、現在シーラカンスを維持できる飼育技術は開発されていません。シーラカンスの寿命は驚くほど長く、野生ではおそらく100年ほど生きると言われていますが、飼育下では長生きできないのです。どうしてもシーラカンスを見たい方はシーラカンスモナカを買ってシーラカンスに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。